シリア北部の古代村落群あるいは死の町忘れられた町はシリアの北西部にある打ち捨てられた村落群であるこの村落群はシリア北西部のアレッポからイドリブにまたがる地域に広がっており打ち捨てられた村はおよそ4十に上る広範囲に散らばる村落は大きく8つの考古学公園に区分けされているこれらは古代末期から 東ローマ帝国時代にかけての都市から離れた壁地での生活を垣間見ることができる貴重な資料となっている。ほとんどの村は1世紀から7世紀に形成されたもので、その後8世紀から10世紀の間に打ち捨てられている。村々は住居、土着信仰のための寺院、キリスト教の教会、貯水槽浴場などからなり、保存状態が良い。古代村落軍には、 聖シメオン教会、スイルジーラー、アルバーラなど、歴史的、文化的価値の高いものが含まれる。ソンラ落群は、ライムストーンマッシフとして知られる、石灰岩からなる小高い丘に、幅20キロから40キロ、長さ140キロに及ぶ範囲に散らばっている。3階はシメオン山、アクラード山地からなる北部、ハーリム山地からなる中部。 ザービア山からなる南部の三つの山地に大別できる。シリア北西部、古代村落軍のロケーション。歴史的シリア北西部に遺棄された古代村落軍が、欧米社会に知られるようになったのは19世紀である。良好な保存状態は、驚きと関心を引き起こした。1903年に、アメリカの神学者、トーマス・ジョセフシャナンは、原始キリスト教の歴史に関する一章で、 キリスト教徒にとってのポンペイという言葉で古代、孫落軍を形容した。1860年、フランス人のシャルル・ジャン・メルキオールド・ボグエにより、これらの廃墟に初めて科学的調査が行われた。1871年にフランスの中イスタンブル大使に任命された人物である。彼の研究は建築家。 エドモンデュトワの描いたパース絵を添えて1865年から1877年の間に出版された。1890年頃にはハワード・クロス・ビー・バトラーがプリンストン大学の探検隊を組織し、遠征調査を行った。調査結果は1903年に出版された。バトラーは1905年と1909年にも遠征調査を行い、その調査報告は バトラー没後の1929年に移行として出版された。建築家のジョルジュ・チャレンコは1935年頃に聖シメオン教会の修復を行い、1953年から1958年にかけて北部シリアの古代村落軍全3回を出版した。その本の中でチャレンコは古代村落の経済発展は、 オリーブの単一栽培によりもたらされたものとする説を唱えた。1970年代から1980年代には、フランス考古学研究所ダマスクス館が発掘調査を実施した。調査式は、ジョージ・テートとジャンピエール・ソディーニが取り、デイヘス他45カ所の発掘が行われた。テートによると、古代存落の社会経済的条件を究明するために特に、 デーヘスを選んだという。クリス・ウィッカムは、ローマ帝国後の世界をテーマにした著書の中で、この古代村落軍に暮らしていた人々について、都会的な生活から離れた、しかし豊かな農民たちだったのではないかと推測している。残された住居軍の立派な作りは、古代末期にこの地に暮らしていた農民たちが、オリーブオイルの国際貿易によって、繁栄を享受した結果ではないか。 というのが彼の考えである。また別の説ではこの地域が潤っていた理由は単に農業による利益によるものというわけではなく、ビザンツ帝国の交易ルート上に位置していたためだとする。その後に一帯がアラブ世界の勢力圏に組み込まれたことで交易ルートが変化し、この地域の経済を支えてきた産業が失われた。 アラブ世界やウマイヤ朝の地政下で都市化が進む中で、人々はより発達した都市へと移り住み、最終的に古代村落は打ち捨てられたとされる。古代村落は、ローマ帝国下でのキリスト教以前の土着信仰から、ギリシア正教への変遷の様子を今に残している。村落の大部分の建築物はよく保存されている。いくつかの場所では、考古学的発掘作業や、 補修作業が行われているが、旅行者は遺跡群に自由にアクセスすることができる。ただし、ガイドを伴わないと容易にはたどり着けない場所も一部に存在する。古代村落群は2011年、シリア北部の古代村落群として、ユネスコの世界遺産リストに登録された。古代村落群には、以下の建造物が含まれる。ハラーブアイコールシャムスのバシリカその他アレッポ。 イドリブの周囲に様々な遺跡が存在している。2011年に世界遺産リストに登録された。シリアにとっては6件目の世界遺産であったが、第37回世界遺産委員会では、シリア情勢悪化を踏まえ、他の5件の遺産とともに、シリアの世界遺産全てが危機遺産リストに加えられた。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された、ありがとうございます。